鹿児島県屋久島沖でアメリカ軍のオスプレイが墜落し、1人が死亡、7人が行方不明となっている事故で、今朝捜索隊を乗せた別のオスプレイが奄美空港に到着しました。午前9時前、奄美空港に2機のオスプレイが降り立ちました。未明に在日アメリカ海兵隊から鹿児島県へ、屋久島沖でのオスプレイ墜落事故の救難活動のためとして奄美空港の使用届が出されました。県は九州防衛局に陸の上を飛行しないことなどをアメリカ軍に要請するよう申し入れた上で使用届を受理しました。墜落現場の屋久島沖では今日も自衛隊やアメリカ軍の関係者らが捜索を続けていますが、行方不明者に関する新たな手がかりは見つかっていません。